南者ひなた丸シリーズは、斉藤洋による児童文学のシリーズである。絵は、大沢幸子。出版元は、赤根房。1989年から1998年にかけて15作が刊行された。舞台は、戦国時代、場所は何での国という、小さな国で、よく物語に、隣の道田の国が登場する。本編にも、名前しか登場しない。 雲丸以上の忍者といえば影丸しかおらんが、と、三蔵が発言しているところから、雲隠れ流では三蔵に次ぐ実力の持ち主である、ことが伺える。父と同じように忍者の仕事でほとんど村にはいない。ひなた丸とも数ヶ月に一度程度しか会えていない様子。ひなた丸は、母の前ではまだ甘えんぼで、母親を見つけると、カーウェイと駆け寄って、抱きつこうとする。宮姫が、 ひなた丸を襲うときに、この母親に変装して、ひなた丸を騙している。大人の忍者は仕事でほとんど村にはいないということになっていて、くも丸以外の忍者はほとんど登場しない。くも丸が思いを寄せているくの市がいるらしいことが、うつせみ落としの術の巻で明かされている。みけねこの着ぐるみね、ほとんど術に使用する。爪は、鉄でできていて、対象に打撃を与えることが可能。 ドトン竹筒土トンの術で土に隠れた際、呼吸をするための竹筒。おにぎり玉水につけると大きくなるおにぎり。ドトン手袋土の色をしており、土トンの術で土に入らなかった手をごまかすもの。尿意防水トンの術にも使える。忍者刀、手裏剣、三比島厳し。ありがとうございます。